い、どうも、皆さん、こんにちは。本日2本目の動画投稿、クラカチャンネルの、ケースケ実況の、ケースケです。ブーということで、おいおい、ケースケのクセ野郎、平日なのに日本投稿って珍しいじゃねえかって思う人いるかもしれないですけどね。もうね、今ね、なんとね、熱いイベントがね、パックがね、やってきてるんですよ。それがこちら。はい、壮大な冬の背景、なんかぬるっと、やってきましたね。別に何のアナウンスもなくて。これですね。村のスキン機能ですね。はい。こうやって、これでちょっと見ることができるんですけど、なんかちょっとちっちゃくてよく見づらいですよね。なので今回はですね、無課金でね、ちょっとどんな背景なのか気になるよーっていうね、そんな人いらっしゃると思うんで、また今回はですね、課金企画ですね。私、ケースケですね、無課金の方のためにですね、こちらの背景を購入してね、果たしてどんな背景なのか、皆さんにお伝えしていきたいと思います。なので、ね、こういう風にですね、無課金の人のためにですね、自分で、ね、課金してね、動画撮ったりとかね、あとクラクラ実況を見て日本人、あと登録者10万人目指しておりますんで、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとこちらの動画ですね、グッドボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。というわけで、早速こちらの壮大な冬の背景パック、買ってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、そしたらね、早速購入していきまーす。さあ、ポチッとな。さあ、ということで、購入はね、完了いたしまして、村の背景スキンもこれで何個目だ？クラッシュメカの海賊風景の、これでもう、3種類メカになるんですね。じゃあ、こちらですね、選択していきますよ。ここから、ね、この間までちょっと夏っぽい感じだったのが、一気に冬になっていきます。私、ケースケがね、滑った時ぐらい、滑った時以上に凍りついていくことでしょう。ということで、さあ、選択と、うわー！一気に、なんか冬感出たな。冬から一気に出ました。でも、あれ、そういえば、なんか、雪降ってないな。雪って、なんか、これ、できたっけ？あ、そうか、雪をオフにしてるから、あれだったのか。さあ、これで雪をね、オンにすると、はい、一気に、冬感が出て、めちゃくちゃいいですね。じゃあ、そしたらね、どんなね、背景の方、ちょっとじっくり、こう、舐め回すように、見ていきましょうか。では、ちょっと時計回りで見ていくと、こっちには、なんだろこれ、なんか、蔵みたいな、ね、クラン長の、ちょっと蔵バージョンみたいなのが、やってきて、で、かつ、からのか、これかっこいいなって思うんですよ。はい、なんか、豪邸というか、ね、王宮というか、館が出現して、これ結構熱いっすよね。で、こっからこうね、雪をね、こういう風にかっけて、雪、かき分けてですね、雪かきやってますね。ちゃんと登れるようになっているっていう感じで、いやーちょっとね、なんか嬉しいな。なんかこの間の海賊背景もそうですけど、砦とかさやってきて、で今回館がやってくるっていう形になってますね。で、あ、ここには可愛いですね、雪だるまが置いてあって、で手が矢ですね、手が矢にあってんで、雪だるまクイーンみたいな、スノークイーンみたいな、そんな形になって、え、可愛いですね、いいですね、可愛いですよ、めちゃくちゃ。で、こっち方向には、なんかね、こう道があって、あ、なんかあるな。なんか、あ、クレーンみたいのがあって、で、これかっこいいな。ババキンの像が立ってて、こう迎え入れてくれる。なんて言ったらいいんだろう。こう、ナルトのさ、柱間、初代ホッカゲとさ、あれ、内葉一族の、内葉、まだだっけ、なんだっけ、みたいな感じ、こう、石器像がこうね、並んで剣を交えてるっていう、あ、これかっこいいな、雪、と、像にこう雪が、ね、積もってるっていう形になってて、で、毎回ね、なんか解体されてたりするんですけど、解体とかされてないから、今回は。で、こっちにもなんかクレーンみたいなのがあって、ちょっと面白い。で、こっちの橋ですね。橋もなんかユニットが渡ってくんのかな、渡ってきたよ。めちゃくちゃ面白いですよね。あ、いいな、これ。で、さあ、こっち方向にはですね、家ですね、クリスマス仕様で、こう、デコレーションですね。されて、イルミネーションが、綺麗な感じになってます。で、からの、お、このウッドは、俺のウッドとは違うのか。俺が持ってるウッドとは、違うのかな、これ。ちょっと待って。あれ、これ、ウッド。あ、さらに追加で、さらに追加で、ウッドツリーが出てくるっていう感じで、なんか見た目とか違いとかあんのかな。そこまで見た目に違いはないから、若干こっちの方が明るいかなっていう形になる。あ、でもなんかちょっともやがかかって、イルミネーション感出てますね。いいですよ、いいですよ。で、そしてこっち方向には、家が集落があって、で、焚き火を焚いて、これバナナ焼いてる？焼きバナナ？
焼き花火、しかも煙が出てきてて、煙が出てきてて、ちょっとバナナこんがり焼いてる感があって、めちゃくちゃいいですね。で、引いてみると、もうあとはここら辺か、ここら辺とかどう、なんかいろいろあったりする。ちょっともうちょっとこっちより先は見れないか。でさあ、サウナ周り、いやいいですね、フィンランド感出てますよ。こう冬のフィンランド感、こうね、フィンランドはもうサウナでさ、こうね、こう体温めてって、で外に出てって体を冷やすっていうのを繰り返すんですけど、冬だからこう雪にダイブとかしたりとかね、そういう温め方とかできそうですね。あーそうだ、そういう海賊背景にはサメとかが出てきてたりとかしてたんですけど、今回はなんか出てきたりするのかな。特に何も出てこないか。海賊背景だとハンマーヘッドシャーク、サメが出てくるんですけど、今回ばかりは別にやっぱり冬だから魚ちゃんたちも泳げない感じになってるって感じ。まあ、個人的にはね、このね紫の雲っていうか崖のさ霧とかがおどろおどろしくて、個人的には好きですね。さあ、そしたらスキンがやってきたっていうことなので、このスキンもう早速購入してやってるっていう人いるかもしれないんで、ちょっとね探してみましょうか。どこにいるかな、いるかな、まださすがにいない。あー来た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 、はい来ました、ようやく出てきた、はい来ました。さあ探してちょっと経ったらですね、来ました、早速冬のスキンを購入されて、どうしよう、仲間ですね。じゃあそしたらどうやって攻めようかな。今日の1本目の動画出したやったスパビズラッシュにしちゃってる、やべえ、編成ちょっと変えてスパビズラッシュでちょっと攻めてみましょうか。ちょっとよろしければですね、皆さんですね、今日の1本目の動画ぜひぜひね、見てくださると嬉しいなっていう風に思います。ですからここからねかけてって、でいいよ、でさらにかけてって、どんどんね削りの方やってって、で OK、 でさらに削りの方をかけていって、あー出ちゃった出ちゃった、漏らしちゃったんですけど、 OKOK、 いいカットにはなってったんで、どっちからやっていきましょうか。まあそうだね、スパビズとかでこっち方向カットしていきながらの先生のカットの方ですね、ちょっとやっていきましょう。先生カットしてってサイドカットやっていきます。よろしければね皆さん、こちら1本目の動画ぜひぜひご覧ください。で OK、 削ってってもらったんで、ここから、ババキンを流し込んでいってあげて、で、アチャクイとか、ウォーデンをつけていきましょう。で、しっかりともうこれカットできてるんで、ここからジャンプインしていってあげて、さあ、ババキンで、カットの方やっていったんで、ちょっと投石機、投石機たちをしっかりと中に入れていってあげて、で、からの、ここからレイジをかけていってあげての、さあ、マルチインフレ天敵になってくるんで、ここでヒーローかけていきましょう。で、これでどんどん削りの方をやっていって、で、ここでさ、ここでタウンホールをしっかりとケアしてっていただければいけるぞ。これ強いぞ。前回取れるか、あれ今日の動画でも前回取れちゃったんですよ。前回取れてて強えなってなってたんですけど、ワンチャン前回あるぞ、これ。投石をぶっ壊してって言って、あー、リックスキルトンが嫌。リックスキルトンがすげえ嫌なんですけど、ここから、あー、今日バックで。いや、あ、待って、残った。残った。嘘、前回、今日の1本目の動画でも前回撮ってたんですけど、普通に、強っ、普通に今日のネタ動画でこれでも前回撮れるかって、スパビズやっつけてって、さあ、うまいことそれてってやっていけばワンチャンあるぞ、これあるな、あるな。で、これで防衛施設もう壊しておいたんで、クロークを発動していけば2本目の動画の方でも前回取っちゃった。嘘でしょ。普通に冬背景のね、敵をね、探すだけではなくて、今日の1本目の動画でのスパビスラッシュでも前回取っちゃった。なんだこれ。マジで強えな。普通に前回取っちゃった。で、まあ、冬背景、めちゃくちゃかっこいいよねっていうね、そういうのをね皆さんにお届けしたかっただけの動画なんですけどね。来た、前回取れてしまったよ。
はい、ということで今回ですね、12月にやってきたですね、こちら冬の背景スキンですね、買ってみたっていう動画お送りしていきました。いや本当にね、あの背景のスキンね、もうめちゃくちゃ好きなんで、もっとなんか毎月のように出してくんねえかなって個人的に思ってるんですよね。だってね、もう激アツじゃないですか。なので次のスキンやってくるとしたら、まあ次はスパセルってテンセントっていうね、中国の大企業の子会社なんで、なんか旧正月1月2月あたりにさ、なんか中国チックな背景スキンとかやってきそうで、こうめちゃくちゃ楽しみですよね。なのでね、こういう風にですね、最新情報ですね、いち早くですね、動画でご紹介していきますんで、最新情報をね、いち早く知りたい方はね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。